作戦開始ポイントに到着しました。総員、戦闘配置についてください。こんにちは、サナエです。こんにちは、ハシルバッフ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。今回のマップはテキサスコロニーになります。はあ、ふう、どうかしたんすか、サナエちゃん。はあ、ちゃん憂鬱ですね。また霊夢とマリサが来るのではないかと。サナエちゃん、元気ないっすね。え、あ、ラルさん。わかってるっすよ、サナエちゃん。ゆっくり笑顔の輝くの二人のことっすよね。僕にいい考えがあるっす。サナエちゃん耳を貸すっす。こちょちょっちょのヒッソヒッソ。出撃準備完了。発進してください。ザクワン走る場、出るっす。現時点をもって待機命令を解除。全軍出撃せよ。ね、サナエちゃん。この方法で、あの二人を驚かせてやるっすよ。さすがは、ラルさんですのね。そんなことまで、考えてくれていたなんて。サナエちゃんの悲しい顔は、見たくないっすからね。そんな、私、幸せですー。ところでラルさん。どうして拠点を見たのか、っすよね。そうです。なんか今日のラルさん、冴えてますのね。今日は、頭も体も、軽いんすよ。確かに、いつもと違うような。拠点後に行った、理由はっすね。足の遅い初期機体の、機動力をカバーするためっすよ。なるほど、他の皆さんと、一緒に行動しても、ただ後ろから、ついていくだけになってしまうのですね。そういうことっす。サナエちゃんだって、耐えてるじゃないっすか。いえ、ラルさんほどではありません。さっきの、ひそひそ話なんですけど、具体的には、どうするんですの？多分、今日も、ゆっくり笑顔の、輝くの二人は、来るんじゃないっすかね。霊夢と、マリサのことですから、必ず来るでしょうね。ですから私は、ユニークなのです。さっきも言ったように、サナエちゃん。あの二人に、一泡吹かせてやるっすよ。なんかいい考えがあるんですの？もちろんすよ。こっちも、コンビを組んで、対抗するんす。え、コンビ？そうっす。目には目を、歯には歯をっすよ。うまく、いくのでしょうか？とにかく、やってみるんすよ、サナエちゃん。やべえ。使ったっす。あー、ラルさん、こういう時は、奥の手っす。奥の手があるんですの？そう、とにかく逃げるっす。あ、調子が出てきたぞ。奥の手、失敗っす。ラルさん、コンビ名決めないといけないっすね。出撃する機体を選択してください。ここは思い切って、レイムとマリサの名前を選択してはいかがでしょう？乗っ取るんすか？そうです。意外つくのです。そうですねー。こんな名前はいかがでしょう？どんな名前すか？ゆっくりマリアンドレイ。なるほど、はっきり乗っ取ったのがわかるっすね。よろしいかしら？オッケーっすよ。では、ゆっくりマリアンドレイで、一泡吹かせてやりましょう。了解っす。きっとうまくいくっすよ。自軍本拠点 Y の。ラルさんと、初めての共同作業ですのね。ん？ラルさん。そろそろ来ます。何が？もちろん、霊夢とマリサです。サナエちゃん。わかるんすか？当然です。何年付き合っていると思ってるんです？ラルさん、急いで準備を。3、2、1。どうも。呼ば
れてたりでてててててん。いやー今日は楽しくなりそうですねー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。なに？おーほっほっほですねー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。私たちのコンビ名を言っちゃおうかしらねー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。私たちは、ゆっくりマリアンドレイでしたねー、ラルさん。どうなってるの？そうっすねー、サナエちゃん。サナエ、ちょっとタンマ、タンマ。サナエ、ラルさんも、何やってるのぜ？いやー、二人の慌てようったらないですねー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。こうなったら、私たち、ゆっくり笑顔の、輝くの二人が、負けるわけないですよねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。私たちこそ、負けるわけないですよねー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。私たちの、大人の余裕を見せちゃうもんねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。大人の余裕？ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。あたしたちの真似をするなんて、なかなかやるじゃんねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。ちょっと驚いたけど、全然平気だよねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。負けてしまいそうですよー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。じゃなくて、頑張るっすよ、サナエちゃん。頑張っても、あたしたちには叶いませんようだ、ねえマリサ。いやー、そうなのぜ、レイム。レイムがそんなこと言うから、ラルさんがやられてしまいましたよー、ラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。あ、あたしのせいじゃないもんねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。でもラルさんには、頑張ってほしいなー、ねえマリサ。そうなのぜ、レイム。ラルさんは負けないんですのよ、ねえラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。実は私たちは、ラルさんの活躍を見に来てるんだよねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。そうだったのですか、レイム。そうっすねー、サナエちゃん。おっと違ったー、サナエちゃん。ゆっくり笑顔の、輝くの二人は、ラルさんを応援してるんだよねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。私は、てっきりバカにしに来ているのかと、ねえラルさん。そうっすねー、サナエちゃん。それは誤解だよねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。だってラルさんと一緒にいるサナエは、嬉しそうだもんねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。サナエが嬉しいと、あたしたちも嬉しいもんねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。ラルさんとサナエは、なかなかいいカップルだよねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。以上、ゆっくり笑顔の、輝くの二人でした。私は、大きな勘違いをしていたのでしょうか。サナエちゃん。なかなかいいカップルだなんて。レイムも、いいところがあるじゃないですか。どうやら、私には、漫才風は向かないようです。ゆっくりマリアンドレイは、今回限りってことっすね。はい、残念ですが、もう必要ないでしょう。レイムちゃんとマリサちゃんの気持ちが、わかったんすね。あの子たちったら。さてと、いろいろやってたら、順位がすごいことになってるっすね。ごめんなさい、ラルさん。私のせいですね。いや、サナエちゃんのせいじゃないっすよ。いいえ、私のせいです。サナエちゃんのせいじゃないってところを見せてやるっすよ、ラルさん。でも、もう半分しか時間が。時間なんか、関係ないっすよ。サナエちゃん、よく見とくっす。まだまだっすよ。サナエちゃんの
自軍本拠点 Z の防衛をお願いします。うさいしよう。やるさん、順調に任務遂行中です。あと10分あれば十分上位に行けるっすよ。はい、ヤルさんを信じます。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択する地点を選択してください。了解です。まずは外に出てくる敵を牽制するっすね。戦略兵器が来ていなければいいのですが、すでに勝ち目はないっすけど、これ以上ボロ負けは嫌っすからね。それともあのモビルスーツだからか。この辺から狙えないっすかね。無理みたいですわね。様子を見ながら突っ込んでみるっすね。ワルさん、あまり無理をなさらないで。わかってるっすよ、サナエちゃん。でもね、ここで待っていてもしょうがないっすからね。ワルさん、信じていますよ。ザクタンクがただの迫撃専用のモビルスーツでないところを見せてやるっすよ。さあみんな、ついてくるっす。部隊攻撃を、今が好機です。押し返していますよ、ラルさん。このまま、もっと押し返すっすよ。てか、みんなついてきてくれて、よかったっす。一人で突っ込んでも、死ぬだけっすからね。タイミングが、良かったのですわね。そうっすね。それに、支援機がいるのも、大きいっすね。回復したら、もっと暴れしてやるっす。わー、ラルさん。あっぶねっすねー。自分本拠点 X の耐久値が残り 50% 以下です。もう一回回復お願いするっす。ヤルさん、本当に順位が上がってきてます。味方の戦略兵器が来てるっすね。なんとか拠点7を取れるといいのですが。ありがとう。回復完了。人暴れしてくるっすね。ヤルさん、お気をつけて。やれるだけのことは、やってくるっす。かっこ、この時に、レーダーを壊すべきだったかもっすね。かっこ閉じ。残り 30% 以下。やべえ、こけなかったっす。わー、ラルさん、これは仕方がないっすね。レーダーを先に壊しておくべきだったかもっす。ラルさん、本拠点に対応が狙われています。出撃する地点を選択してください。本当は攻めていかないと勝てないんすけどね。敵の戦略兵器が来ているかもしれません。そうなんすよ、さなえちゃん。なんかやばい雰囲気っすよね。ありがとう。さて、行きますか。戦に突っ込んでもやられそうなんで、まずはブレコイっすね。オーラッキー。よし、じゃあ行きますかね。
ここで、敵が来ないことを祈りながら。ギャルさん、右に敵が。どこっすか？ロッタ対応が、遅れた。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。まあ、オッケーっすね。ギャルさん、一度戻って、気に入らんな、目障り。了解っす。かなりヤバかったっすね。そして、ネズミが来ています。ネズミの剣、了解っす。各部隊攻撃を。今入り込まれたっすね。自軍本拠点 Y の防衛をお願いします。敵の残存勢力も残り5分で自軍戦力ゲージは残り 50% 以下です。どこだか見えないっすよ。ワルさん、上です。サナエちゃん、ありがとうっす。さてと、もう一仕事してくるっすね。敵戦略兵器の破壊に成功。本拠点絶対行かなくてもいいんですよ。北側の味方の人数も多くはないですからね。多分味方の戦略兵器は通らないですから。自軍本拠点 Y の配置中、兵器の少ない X を防衛するっす。補給艦まで早く。今のはヤバかったっす。てか、めっちゃ狙われてるっすね。うわー、違う。遠方の力、侮りすぎた。補給艦は、もうないっすね。こういう時は、奥の手ですね。そうっすね、奥の手を使うっす。作戦時間が、残り3分です。逃げるのではなくて、奥の手っすよ。ヤルさん、承知しております。もう一機、前線に出れる機体を持ってくればよかったっすね。そうなんですの。再出撃時間の短さが初期機体のいいところっすからね。修理して戻るよりも機体を変えた方がいい場面もあるんすよ。なるほど、確かにそうですわね。まあ今は前撃中なんで変えたくはないっすけどね。もう2、3機、落とせるといいんすけど。ラルさんなら、大丈夫ですよ。自軍エース機が撃破されました。世の中、そううまくはいかないもんすよ。でも頑張ってみるっす。拠点の制圧が優先だ。助かりました。あれを落とせば、こちらが有利になる。これは風圧。またネズミが来ていますね。今回はボロ負けっすね。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択してください。足の遅い機体しかないっすからね。射程の長さでカバーしようと思ったっす。もう時間もないですものね。とは言っても、砂じゃ何もできないかもっす。各部隊攻撃を。今が後期です。ほんと、ここからでは何もできないですわね。とりあえず、地雷を撒いて。残り1分です。
敵が見えたら撃てっす。見えたから撃ちまくるっすよ。自分本拠点 X の耐久値が残り 10% 以下、防衛ライン壊滅状態です。あらら、他にも入り込まれてたっすね。これはいただきっす。このゴミを呼んで当たらないかな。君、私が指揮を取るからには絶対に勝つ。今回はボロ負けですね。そういう時もありますよ。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。この戦闘の戦績報告です。結果は6位でした。個人評価の報告です。お前はよくやった。しかし戦いの中で戦いを忘れるとこうなるのだ。戦績は良かったんすけどね。すごい戦果を上げた。ザルさんはよくやったと思います。でもやっぱり勝ちたいっすね。本部より報酬が届きました。それではこの辺で。ご視聴ありがとうございました。